皆さんこんにちは、任天堂の岩田です。本日は Wii U と任天堂 3DS のダウンロードソフトに関する情報を直接お届けします。はじめに8月から配信を開始した動物の森木漏れ日広場の続報についてお知らせします。動物の森木漏れ日広場はミーバースの動物の森シリーズコミュニティに連動した Wii U のダウンロードソフトで、Wii U の任天堂 e ショップから無料でダウンロードいただけます。動物の森木漏れ日広場はお気に入りの動物についてコメントしたり、村で起こった出来事を写真に収めて投稿したり、世界中の人と動物の森について交流できる場所なのですが、この木漏れ日広場での交流をよりお楽しみいただくためにソフトの更新を行い、いくつかの新機能を追加することになりました。一つ目はミーバースで利用できるハンコです。このハンコはミーバースに投稿する際に使用できるツールで、ご覧のように投稿コメントに押して使うことができます。木漏れ日広場には動物の森のアイテムやキャラクターをモチーフにしたハンコを50種類以上収録します。複数のハンコを組み合わせたり、押したハンコに手書きのメッセージを添えたりすることもできますし、ハンコの一部を消して書き換えることもできますので、ご覧のようなバリエーション豊かな投稿が手軽に行えるようになります。絵が上手に描けない私もそうなんですが、皆さんの中にもミーバースに投稿されているすごい絵を見せてもらって感心したり感動したりするのと同時に、ちょっと気遅れしてしまうことがあったり、自分も絵が描ければいいのにと羨ましく思ったりすることがあった方がいらっしゃるのではないでしょうか。このハンコ機能はそんな方にこそぜひ使っていただきたい機能です。すでにスーパーマリオ 3D ワールドのホームページでもご紹介していますが、木漏れ日広場の他にも今後いろいろなタイトルでミーバース用のハンコをご用意していく予定ですので、楽しみにお待ちください。なおハンコはそれぞれのゲームの中からミーバース投稿を行うときに使用できるもので、ミーバース上で自由に使えるものではありません。あらかじめご了承ください。2つ目はランキングです。今回の更新によって木漏れ日広場をご利用いただいている皆さんからの投票によるランキングがお楽しみいただけるようになります。テーマは月替わりで設定され、11月は秘書にするなら誰、12月は村民オブザイヤーになる予定です。ランキングは木漏れ日広場の提供期間である来年2014年末まで毎月テーマを変えて行います。たくさんの投票をお待ちしています。なお今回の更新では自分の村に住んでいる動物を村民登録することで、いつでも広場で会えるようになる機能や、アルバムに収めた写真をまとめて移動したり削除したりする機能、投稿リスト上にある画像を自分のアルバムに保存できる機能など、木漏れ日広場をより快適にご利用いただくための新機能もいくつか追加します。これまでお楽しみいただいていた方はもちろん、まだ木漏れ日広場に訪れたことがないという方もこの機会にダウンロードしてお楽しみください。動物の森木漏れ日広場の更新データは先ほど配信を開始しました。次も動物の森関連のお知らせです。4月から販売を開始した遊べるおまけ付き任天堂プリペイドカードは、カード自体が AR カードになっているプリペイドカードで、任天堂 3DS で専用のソフト一緒にフォトをダウンロードすることで AR 機能を使った写真を撮って遊ぶことができます。現在ご覧の6種類を販売しており、カードごとに異なる写真を撮影することができます。この任天堂プリペイドカードに動物の森のシリーズが新たに加わることになりました。一緒にフォト動物の森では、1枚のカードからしずえ、改造、見知らぬ猫とカードを隠すごとに、カードに描かれている5人の動物たちが順番に登場するようになっていますので、
好きなキャラクターと一緒に写真を撮ることができます。また声をかけるとこのようにキャラクターがさまざまな反応をします。一緒にフォト動物の森で遊べるプリペイドカードは豆吉、粒吉、しずえ、とたけけの3種類です。それぞれのカードから仲の良いキャラクターを組み合わせた時だけに見られる特別なリアクションもご用意していますので、これらのリアクションを探す楽しみも味わっていただけると思います。またハテナの AR カードを使うとシンボルツリーが現れます。カードと組み合わせるとキャラクターたちが次々とシンボルツリーに集まりますので、みんなと一緒の写真を撮影することもできます。一緒にフォト動物の森で遊べるプリペイドカードは11月21日発売予定です。さらに12月にはピクミンのシリーズも新たに加わる予定です。ピクミンのカードではカードに描かれた色のピクミンが登場します。ピクミンはカードの角度によって滑ったりぶら下がったり様々な動きをします。カードの位置や角度を工夫することでこのようにポーズをつけた写真を撮影することができます。またマイクに向かって声をかけるたびにどこからともなくピクミンが集まってきて様々な隊列を組んでくれます。工夫次第で身の回りに本当にピクミンがいるかのような写真を撮影いただくことができます。私も1枚撮ってみました。一緒にフォトピクミンで遊べるプリペイドカードは黄ピクミン、赤ピクミン、青ピクミンの3種類で12月2日発売予定です。遊べるおまけ付き任天堂プリペイドカードシリーズのお取扱店は任天堂ホームページでご確認ください。ピクミン関連でもう一つお知らせがあります。ピクミン3では制限時間内にピクミンたちを効率よく働かせてより多くの仕事をこなすミッションモードの追加ステージを配信しています。これまでにミッションお宝を集めろの追加ステージセットである第1弾、原生生物を倒せの追加ステージセットである第2弾を配信していますが、これらに続くミッション追加ステージの第3弾を配信します。これまでの追加ステージではミッションやストーリーモードに登場したステージのフルーツや原生生物、仕掛けなどの配置を変更し新しい戦略や段取りが必要になるというものでしたが、第3弾で配信されるのはこれまでと異なる全く新しいステージです。砂浜のような自然の風景だけでなく、何かのパーティーをしている誰かの家の中や工事現場、謎の工場などさまざまなステージが登場します。ピクミン2の主人公でありピクミン使いのベテランであるともいえるキャプテンオリマーを操作するステージもあります。また遊びのルールにも変更が加わっています。ステージの一部にはオリマーの後輩であるルーイが隠れています。彼を見つけ出してピクミンたちに持ち帰ってもらうとルーイも操作できるようになります。操作できるリーダーが増えると手分けしてより効率的にピクミンたちに指示を出すことができるようになりますから、高いスコアを目指す上でルーイは強い味方になってくれると思います。さらに段取りを極めていく上ではステージ内に散らばっているピクミンたちを集めながらどのようなルートで進み、どのタイミングでルーイを回収して仲間に加えるかも重要な要素になってくるはずです。ミッション、お宝を集めろ、原生生物を倒せ、それぞれ4つずつ
計8ステージがセットになったピクミン3のミッション追加ステージ第3弾は12月2日配信予定です。またこの追加コンテンツで遊ぶのに必要なソフトの更新データも同日に配信する予定です。ソフトを更新していただくと、お宝を集めろ、原生生物を倒せのステージが一つずつ無料で追加されます。ステージ名は冬の贈り物です。ぜひソフトを更新してお楽しみください。次のソフトをご紹介します。チャリでデコボコ道や谷、壁などを飛び越えてひたすら走るアクションゲーム、チャリソーデラックス。スマートデバイスのアプリ、任天堂 3DS ダウンロードソフトとして発売され、数多くの方が楽しまれているとお聞きしています。このチャリソーデラックスにたくさんの新しいパワーアップアイテムやステージギミックを追加したチャリソーデラックス2ギャラクシーが 3DS に登場します。タイトル名からもお分かりいただける通り、本作の舞台は12星座をモチーフにしたさまざまな惑星です。プレイヤーは今回新たに登場するパワーアップアイテムで、邪魔な障害物を壊せるドリルチャリや高くジャンプできるカエルチャリ、自由に空を飛べるウィングチャリなどにチャリを変身させ、たくさんの罠や仕掛けが待ち受けるコースでゴールを目指します。ひたすらジャンプをしていくことで全てのステージをクリアできるという、誰にでも簡単に楽しめるシンプル操作がチャリソーシリーズの魅力の一つとお聞きしていますが、今作では一度ゲームをクリアするとこれまでのチャリソーにはなかった難易度の高いステージも登場するそうですので、シリーズ熟練者の方も楽しみにお待ちください。もちろん今作にも前作に収録されていた無限に続くコースで、どこまでチャリを走らせられるかに挑戦するグランプリモードは収録されていますが、今作では全国のプレイヤーとハイスコアを競い合うネットランキングにも対応されるそうです。スパイシーソフトさんのチャリソーデラックス2ギャラクシーは12月18日発売予定です。次は YouTube に関するお知らせです。 Wii U でご利用いただける YouTube がバージョンアップされます。今回の更新では Wii U ゲームパッドでも動画が視聴できる、テレビ画面で動画を視聴しながら Wii U ゲームパッドで動画が検索できるなど、インターフェースが大きく改善されているとお聞きしています。 Wii U をお持ちの方はより使いやすくなった YouTube をぜひお試しください。さらに YouTube は 3DS でもご利用いただけるようになります。 3DS ですので、インターネットへの接続環境があれば外出先でも手軽に動画視聴がお楽しみいただけるようになります。 Wii U 同様に上画面で動画を再生しながら下画面で次の動画を探すといった使い方ができるとお聞きしています。このソフトを使えば先月のちょっと任天堂ダイレクト大合奏バンドブラザーズ P でもご紹介したバンブラ職人の皆さんが投稿された自作の楽曲の数々を 3DS でも気軽に聴いていただけるようになります。任天堂 3DS の YouTube をお楽しみください。次は来月の配信開始を予定している 3DS の本体更新についてお知らせします。以前より Wii U と 3DS の両方をお持ちのお客様から Wii U、3DS でそれぞれに登録した残高を共有したいとのご要望をいただいておりましたが、ようやくこのご要望にお答えできることになりました。今回の本体更新では 3DS 本体に任天堂ネットワーク ID を登録することができるようになり、 Wii U で登録いただいている任天堂ネットワーク ID との残高共有が可能になります。つまり 3DS で登録いただいた残高を使って Wii U のソフトを購入したり、 Wii U の任天堂ネットワークプレミアムで貯めたポイントで 3DS のソフトをダウンロードしたりすることができるようになるわけです。残高は 3DS と Wii U に共通の任天堂ネットワーク ID を登録いただくことで
初めて合算して共有いただけるようになります。間違った ID を登録されたり、 3DS 用に新しく ID を登録されたりすると残高の合算ができなくなりますのでご注意ください。また本体更新の配信以降は無料のソフトや体験版のダウンロードに必ず任天堂ネットワーク ID を作成していただくことをお願いすることになりました。なお有料ソフトは本体更新の配信後も任天堂ネットワーク ID なしでダウンロードいただけます。これはすでにご登録いただいている残高を任天堂ネットワーク ID を作成しなくても継続してお使いいただけるようにするためです。今後任天堂では任天堂ネットワーク ID を通じてお客様とのつながりをより充実させていく予定です。多くの皆さんに任天堂ネットワーク ID を作成していただけるようにさまざまなサービスを充実させていきます。その一つが今回の本体更新に合わせて 3DS でも開始する Miiverse のサービスです。任天堂ネットワーク ID があれば世界中のさまざまな人とゲームの情報交換をしたり、ゲームの中での体験を共有したりすることができるこの Miiverse もご利用いただけるようになります。 Wii U と 3DS を両方お持ちの方だけでなく、3DS だけをお持ちの方にもメリットを感じていただけるものにしていきたいと思います。ご登録には少々皆様のお手を煩わすことになりますが、この機会にぜひ任天堂ネットワーク ID のご登録をお願いいたします。本日のお知らせは以上です。ご覧いただきありがとうございました。